浦和安倍首相10年ぶりクラブワールドカップ初戦を控え、公式会見に臨んだ浦和安倍首相と堀監督は、笑顔を見せる AP。クラブワールドカップに出場する浦和レッズは、9日に開催国枠のアルジャジーラ、UAE との初戦を迎える。8日に、首都アブダビのスタジアムで公式会見が行われ、 ミッドフィルダー安部隆希首相36と堀隆監督49が出席した。浦和は07年に3位となって以来10年ぶり2度目の出場となる。10年前も同大会を経験した安部首相はさらに良くなるチーム。そのためにも今大会は重要と勝利にこだわる姿勢を見せた。堀監督は相手は 開催国チームということで難しい試合になると思うが、アジアチャンピオンズリーグも経験しているので、いい戦いができると思うと語った。昨年の大会は、開催国枠で鹿島が出場し、欧州王者レアル・マドリードを追い詰めたことで話題になった。浦和もアルジャジーラに勝てば、次戦の準決勝でアール・マドリードと対戦する。安倍首相は、鹿島が、 素晴らしい成績を残したことは知られていますが、気にすることなく戦いたいと、あくまで自身の力を出し切ることが大事だと語った。浦和と本田圭佑が出場のクラブワールドカップ展望。レアルとのガチンコ勝負の見どころは毎年12月に開催されている FIFA クラブワールドカップ。今年は日本ではなく UAE での開催だが、 日本でも地上波で中継される貴重な大会とあって、年末の風物詩というべきイベントになりつつある。もちろん、J クラブの活躍も、この大会が注目を集める理由の一つだろう。昨年は、鹿島アントラーズが決勝に進出し、レアル・マドリードとクラブ世界一をかけて対戦。最終的に敗れはしたが、一時は、 剛の2ゴールで同点に追いつくなど大健闘を見せたことは記憶に新しいそれ以前の大会でも浦和レッズガンバ大阪柏レイソルサンフレッチェ広島がヨーロッパ王者や南米王者に挑み好ゲームを展開した歴史があるただし過去に J クラブがこの大会に出場したのはその多くが開催国枠でのものだった AFC チャンピオンズリーグを制し、アジア王者として出場したのは、2007年の浦和と2008年のガンバのみ。長らくアジアを制することができずにいたという意味では、J クラブが、どんなに、この大会で活躍しても、どこか素直に喜べないところがあったのも確かだ。しかし、今年の大会には、10年ぶりに ACL を制した浦和がアジア王者として出場する。 J クラブが日本以外で開かれるクラブワールドカップに出場するのはこれが初めてのこと。ホームアドバンテージを持たない日本のクラブが世界の競合を相手にどんな戦いを見せるのかは注目だ。大会はすでに12月6日に開幕し、開幕戦1回戦では地元 UAE 王者のアルジャジーラが オセアニア王者のオークランドシティ、ニュージーランドを1-0で下している。この結果、浦和は、初戦となる2回戦で、アルジャジーラと対戦することが決まった。実力的には恐れる相手ではないが、アルジャジーラには、ホームで戦える有利さがあり、決して油断はできない。警戒すべきはフォワードアリマフブルト。15年のアジアカップ準々決勝で、 日本からゴールを奪った UAE 代表ストライカーである。また、オークランド戦で決勝のミドルシュートを叩き込んだフォワード・ロ・マリーニョも要注意だ。とはいえ、選手以上に気になるのがヘンク・テンカテ監督。戦略家として知られるオランダの名将が浦和をどう分析し、対策を講じてくるのかは気になるところだ。シーズン終盤。 守備が落ち着いてきた浦和だけに、あまり心配する必要はないとは思うが、不用意な失点で、相手を勢いに乗らせることだけは避けたい。順当にここを勝ち上がれば、次の準決勝では、レアル・マドリードとの対戦が待っている。レアルがどんなチームであるか、今更説明する必要もないだろう。エースのクリスティアーノ・ロナウドを筆頭とするスーパースター軍団である。 昨年、鹿島が健闘したといっても、レアルは、リーガや UEFA チャンピオンズリーグの過密日程をこなし、長時間移動を経て来日。しかも、準決勝から決勝までは、中2日という強行スケジュールでの戦いだった。もちろん、準決勝から決勝で、メンバーの入れ替えもあったが、状況としては、鹿島に大きなアドバンテージがあったことは間違いない。 今度は、アブダビという中立地での対戦で、昨年以上にガチンコ度は高くなるだけに、浦和が、レアルを相手に、どんな戦いを見せるのか注目だ。前述したように、浦和は、今季途中で、ペトロビッチ監督から堀高監督に変わったことで、ディフェンスが整備された。ACL 準決勝の上、会所校戦、同じく、決勝のあるヒラル戦と、 いずれも劣勢の時間が長く続きながら、耐えに耐えて勝利を手にした。世界最高レベルの攻撃力を誇るレアル相手に、その粘り強い守備が通用しないようなら、勝負は試合序盤で決まってしまう可能性もある。さて、トーナメント表の反対の山に目を向けると、北、中米、代表のパチューカ、メキシコが目を引く。 過去に日本で開かれたクラブワールドカップに出場している上、現在は本田圭佑が所属していることで日本でもその名をよく知られているおそらく本田のプレーを久しぶりにリアルタイムで目にするというサッカーファンも多いだろう来年のワールドカップロシア大会へ向け本田の現状を知るという意味でも今大会は貴重な機会になるだろう パチューカは2回戦でアフリカ王者のウィダード・カサブランカ・モロッコと対戦し勝てば準決勝で南米王者のグレミオ・ブラジルと対戦するせっかくなら浦和とホンダの対戦も見たいところだがそのためには両者が共に2回戦で敗退して5位決定戦で当たるか共に準決勝で敗退して3位決定戦で当たるか 共に勝勝ち上がって決勝で当たるか、の3パターンしかないいずれにしても両者が同じ結果にならなければいけないだけに条件は厳しそうだこの大会ではこのところヨーロッパ王者の一強状態が続いている世界中から選ばれたタレントがプレーしているのだから当然といえば当然だが南米王者ですら最近はヨーロッパ王者の牙城を崩せていない それどころか、昨年も鹿島がアトレチコナシをナルコロンビアを破ったように、南米王者は番狂わせの格好のターゲットとなってしまっているのが現状だ。それを考えると、どこがレアルを倒すのかというよりも、どこがレアルを苦しめられるのかといったあたりが、現実的な見どころになってくる。だとすれば、やはり今大会の注目ポイントは、何はともあれ。 浦和がレアルとの対戦を実現できるかどうかである。めったにない機会だけにぜひとも実現させてほしいもの。レアルばかりに気を取られていたらアルジャジーラに不覚を取ったなどということがないよう祈りたい。